はいこんにちはレトスの斧です12月31日の3本に入る前に本日は昨日の年末年始の特別企画の動画の2本目をお送りいたします昨日の動画いつから本気で勉強を始めるかこちらの動画を見ていない方は はじめに、こちらの動画を先にご覧いただければと思います。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、右上にもお知らせボタンを出しておきます。で、本日の動画っていうのは、具体的にどのように勉強していったらよいか、この動画を2本目としてお伝えいたします。こちらについても、この動画の下に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。右上にもお知らせボタンを出しておきます。それでは、問い位置に入ります。 物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる。ルか×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは○、えー、丸ですね。正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反して弁済することができます。 で、正当な利益を有する第三者っていうのは昨日もお伝えした通り、物上保証人とか、借地上建物の賃借人、低等不動産の第三取得者、公住院低等経営者などです。で、今回の問題文というのは、物上保証人とえ、担保不動産の取得者っていうのは、こちらの低等不動産の第三取得者、こちらに当たります。えよってえ、この2人っていうのは債務者の意思に反して弁済することができるということなんですね。 もうこれはもうルール通りの内容です。きちんと整理していないと難しく感じるんですが、整理できている方は簡単な問題ですね。えー、整理できていない方は、えー、ぜひですね、個別指導で頭を整理しながら学習すると効率的です。それでは問い2に入ります。宅建業者 A が B 所有地の売買の売買の,売買の依頼を受け、B と千人売買契約を締結した。A は B の申し出に基づき、 契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をした時でも、その期間は3ヶ月となる、丸かバツかという問題です。え答えは丸ですね。専任媒介契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。なので今回の問題6ヶ月っていうふうに契約しているんですけども、これは短縮されて3ヶ月になるということです。 これっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね専人媒介契約をしてもしその媒介業者がしっかり募集活動をしていなかったら依頼者困りますよね B さんは困るわけですよでも3ヶ月という規定があれば3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよねだから専人媒介契約の有効期間は最長3ヶ月っていうふうなルールにしてるんですねちなみに専属専人媒介契約も同じです 一方、一般媒介契約、これについては有効期間のルールはありませんので、どれだけ長くしても、また短くしても構いません。その理由っていうのは、一般媒介契約は、千人媒介契約、千属千人媒介契約と違って、他の業者に自由に頼めるんですよね。千人媒介契約、千属千人媒介契約は、卓建業者1社に限られるんです。だから、その1社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。 一方で、一般媒介契約は何社でも媒介依頼できるんですね。だから、1社頼んだとしても、その業者が働かないというのであれば、じゃあ、違う業者に頼みますって、違う業者にも重ねて、2社とか3社とか4社とか頼むことができる、媒介依頼をできるので、だから別に有効期間は短くても長くても構わないというふうなルールになっています。このように、一つ一つ理解しながら学習を進めると、忘れにくくなりますし、応用力もついてきます。 丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら何度やっても忘れてしまうからです。えー、合格するために理解学習をしていきましょう。それでは問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する母子施設用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土、または盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない、マルか×かという問題です。 で、これは昨日の問題と、まあ、ほぼ同じ問題なんですね。で、考え方も同じです。結論から言うと、これは誤りです。宅地造成の許可は必要となってきます。じゃあなんで必要なのかというと、森の規制法の宅地造成の許可が必要な場合というのは、宅地以外の土地を宅地にするための工事、または宅地において行う工事、まあ、どちらか一方なんですね。 ま、今、工事って言ったんですけども、これは、ま、宅地造成だったり、土地の経営先行っていう風に考えていただいて大丈夫です。で、じゃあ、宅地って何なのかというと、森戸規制法では、宅地というのは、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように強制られている土地、以外の土地を言います。 つまり、ここに書かれている、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、公共用施設用地というのは、宅地には該当しないんですけども、これ以外は宅地なんですね。で、今回墓地ですよね。お墓です。墓地施設用地っていうのは、宅地に含まれるので、宅地造成の許可が必要になりますよっていう話です。そして、個別指導の現在の割引価格は本日の24時までとなっております。 明日、来年に入ると値上げとなりますので、ご了承ください。今から理解学習実践できれば、来年、あなたに合格していただけます。勉強法には気をつけて勉強していきましょう。今年も1年、本当にありがとうございました。来年も1日から本日の3本お送りさせていただきますので、来年も引き続きよろしくお願いいたします。個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。年始も教材の発送を行っておりますので、お申し込みいただいたら、 すぐに発送できる準備はできております。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオロでした。